はい、皆さんこんにちは。はいはいって、いやいや、ね、もう質問タイムしたいですって言ってたくせに何言ってんだよ。いきなり押すじゃないですか。いきなり押すに決まってるじゃない。さあ、一つ目の質問です。さっきまで全く違う話してたのにさ。この方初めてです。はい、盾小山さんからです。はい、ジャンガチャン盾小山ってあれじゃないの。ジャンガチャンネル毎日拝見しております。質問させてください。体に負担がかかるスイングはバットスイングなのでしょうか。体に負担がかかるスイングがバットスイング、うん、それとも体を鍛えてないため体力不足なのでしょうか。僕の場合テイクバックで腰をあまり回転させず、うん、体のブレを抑えるスイングを気にかけていますと、うん、で股関節がとても痛いです。股関節が痛い、ニュースと一緒じゃないですか。俺はねじり上げるから痛い。そんなねじり上げてるみたいな言い方してますけど、いや、ねじるから、ねじりすぎるから左の右、膝が割れるんでしょ。すんげえ、お前ドアップになっちゃってたよ。やめてよ、もう近くに来るからよ。俺は作業してるんだから。なんでしょうかって。やっぱでも止めるのは良くないですよね。ちょっとは動かした方がいいですよね。まあ、体の柔らかい人間だったらね、うん、ある程度下のこう ねじりを抑えて上をグッとねじるっていうんだったら、うん、いいと思うけど、うん、どうなんだろう。痛いってことは、痛めるってことはやっぱちょっと体に負担がかかるいう動きをしてる、うん、そうだよね。だから、うん、それはバッドスイング確定ですか、悪いスイング確定ですかっていうから、うん、そういうことでもないけども、うん、ってことでいいよね。うん、と思います。うん、体に負担のかかるスイングはバットスイング。まあでもどっか痛めるっていうことは何かしかの痛める動きをしてるってことだからね。まあだからこの人が言ってるように体力不足なのかもしれませんっていうことだから、まあ、もしかしたらそうなのかもしれないけど、痛めるスイングは良くないです。良くないよね、どうやってもね、うん、っていうことなんで、それは改善してもらった方がいいよね。どっかに原因があると思います、うん、ということです。 PS 私は盾小山さんではありませんって書いてあります。ほらいや、だってそれ盾小山って書いてあるな。はい、ということで、どっか原因は何でしたっけ、うん、自己分析そうしてもらってね、うん、ということです。続きまして、上からドスン派100ヤード付近和さんからいただきました。先日は回答ありがとうございます。 TP5X 最高でした。おキャリーも15ヤード伸びました。おボールですよね、テーラー、うん。クラブの質問があります。はい、アイアンのネックの鉛は取った方が良いですか。プロを目指していた知人曰く、うん、ゴルフクラブの製品精度は相当悪いらしく、うん、必ず組み直しが必要、うん、プロ支給品はプロが排除したものだから買うな。人間の体は繊細だから、アマチュアでも1-2グラムの違いは分からないとうまくならない、安定しないと言われ続け悩んでいます。何ですか。お二人の見解を伺いたいです。すごいっすね。すごいよね、うん、いや、俵バタつかないで、いや、で全然入ってきてくれよ。いや、ちょっと待って、その質問さ、うん、あれ本当にそういうこと言ってる人いるんですね。じゃあ1個ずつ答えてみましょうか、うん、まず何でしたっけ。ゴルフクラブの精度は悪いから鉛ネックの鉛を取れ。それだからそんなことはない。ゴルフクラブの精度は悪くないよね、うん、年々上がってるよね、うん、だからでもちょっと言い方変えると、ジャンボ亭で僕組むときはネックには鉛は入れませんなんですよ。まあだから要はそれをカスタマイズするときでしょ。そう、普通に売ってるので別に、うん、全然その売ってるまんまで最高のバランスになってるわけでしょ、流れてるバランスになってるわけでしょ、うん、まあ、流れてない時もある。流れてない市販があるの。ある。あ、だからそういうのを悪いのっていう意味で言ってんじゃないの、うん、まあ、いいのもあれば悪いのもあります、実際ね、うん、でも基本はそうやってちゃんと流れるように作ってるでしょ。基本はねメーカーによってはバラバラもあるんだ。だそういうのを言ってんのかな、もしかしたらこの人。ああ、そっか、たまそれはこの人はっていう、この人じゃないか、この人の知人か、知人か、だから全部
部が全部がダメじゃないんですけど、うん、たまにやってるんですか。ちょっと待った、ちょっと待って、話していいですか。たまに、うん、僕がこう、うん、今いろんなクラブを頼まれて、うん、自己交換とかしますけど、うん、こう、まあ、新しいクラブ、うん、まあ、今もやるんで、やってるんですけど、うん、えっていう時もある。カメムシが多すぎる。何？カメムシ。カメムシだ。もうこれだって山なんだもん。カメムシいるでしょ。虫がいるってことは土が生きてるって証拠だからね。いやいや、理論系じゃないんだよ。理論系じゃない。いや、タワラの虫嫌いをここで公表しとかないとさ。蜂がとか言ってるからさ。蜂がいるから、あの、蜜のある花が咲くんだって言ってやってんだけど。いや、いいですから。まあいいんですよ。だからそれで、精度が相当悪いらしく、まあ、悪いのもあるかもしれないけど、そんなことないよっていうやつだね。やっぱ、だからそれで、それだからこそ僕たちがこう、チェックする。うん、で、必ず組み直しが必要で、プロ支給品はプロが排除したものだから買うな。いや、プロ支給品は売ってないですから、買うなじゃなくて。そうだよね、基本的には売ってないよね。売ってない、売ってない、うん、いや、だからそういう名言、ある意味名言ですね。え、名言って言い方じゃない。で、あと人間の体は繊細だから、アマチュアでも 1g、2g の違いがわからないとうまくならない。まあ、この人がだから俺みたいな感性持ってる人だったらね、何グラムだよねって、もう大体イメージ何グラムだよねって言ってた、誤差あのでね、100グラムないぐらいでこう言い当てるとかね、いうことはできるだろう。そんなバランス1、2を鉛張ってって分かるわけがないからね。あのね、本当にプロゴルファーでも、はい、振ってこれバランスいくつですかって言っても分かんないから。じゃあ俺だけだからね、グラム数当てるのね。たまたま。いや、でもたまたまが5、6回続いちゃうと怖いよね。これたまたまって言わないとね。いや、でもね、だからそんなことはない。 1g、2g なんて人間の体じゃまずわからない。だって 1g ってどんなものか知ってます？いや、それ 1g 以上あるよ。そう、この紙切れでも 1.4g ある、ね、だから 1g って、まあ、だからここの上からドスムさんに言ってる人はもう相当センシティブというか、うん、人なんだと思うんだけど、うん、あ、だから、うん、はい、言われ続け悩んでいます。悩まないで。悩まなくていいですよ。悩まないでください。はい、まあ、あの、この言ってる人は分かるのかもしれないけど、分からないからといってゴルフが上手くならないっていうことではないと思いますので、はい、あの、しっかりあの目標を持ってやれば、ゴルフは練習すればするほどみんな上手くなりますから。うん、ということで、やってみてください。そう、この証拠にだって TPX、あの 5X とか15ヤード伸びた、うん、そのボール1個変えるだけでもそういうことがあるんだから、うん、っていうことでいいよね。はい、はい、続きましてマロスさんです、いつも楽しく見ています。タイトリストの CB、はい、強奪してきました。強奪しちゃったか。はい、打ち方次第でクラブに合否を出されて勉強になってます。そうそうそう、うん、セッティングでアイアンは4番からピッチングまで CB、うん、ブッドやユーティリティの代わりに、うん、ぶっ飛びアイアンって呼ばれるロフトの立ってるアイアンをセットしたら変ですか。いや、ちょっと待って、だって4から P は CB でしょ。うん、どこにぶっ飛びですか。だからウッドやユーティリティの代わり、あ、だから、まあ、だから要は、あー、意味なかった。あの、2アイアンじゃないけど、2、3でしょ。ぶっ飛びの兄さんを入れてもどうですかって言うんだけど、ダメじゃないですよ。だって4番より飛べばいいんだから、4番より。まあそうだね、まあ、ダメではないですよってことでいいよね。ダメじゃないですけど、その逆にクリークとか入れないのかな。本当だよね、うん、まあ、ちょっとあのセッティングはちょっとアイアンだけじゃないからっていうことでね、うんうん、その辺の再チェックもしてもらうと、うん、まあ、この人アイアンにもう今こだわってるみたいだけど、ユーティリティ、ウッドやユーティリティの代わりって言ってるからね。ウッドにはウッドの優しさがあるし良さがあるし、ユーティリティにはユーティリティの良さがあるから、まあ、まあぶっ飛び系のアイアン入れるっていうのもまあないことはないってことでいうところね。続きましてサニー333TA さんです。いつも楽しく視聴させていただいてます。教祖と小暮さんに質問です、はい、無風でフラットの場合、はい、
番手別のキャリーを参考までに教えてください。無風でフラット、うん、うわちょっと今俺飛んでないからなあんま言いたくないな。じゃあ言っていこうか。まあじゃあ100ヤードは恒例ナンバー、はい、PS です。競争はサンドウェッチだから俺この言い合いは嫌だ。いや教えてくれ。嫌だよ。いや別に飛ぶから偉いわけじゃないじゃん。その言い方が偉いって言ってるんだもん。いや偉くない、偉くない、きっちりラインが出るかどうかだから、その距離にね、アイアンはね。じゃあ130ヤード、130ヤードは、あ、無風ですよね、うん、ピッチング。で無風だったら俺は PS です。もうやだこの会話。まあ、まあ、PS って言っても俺はロフト角50度にしてますから、うん、いやいや48でしょ、ね、いやお前が直したんだ50でしょうよ。じゃあ150ヤード、150ヤードは、うん、頑張って9、うん、頑張って9、うん、まあ俺も基本的には9、軽くライン出して9、頑張ってピッチングって感じ。普通だったら8だな、普通8、僕は、うん、150は。じゃあ160、うん、8、うんうんうん、そうね、うん、だから俺は頑張って9。頑張ってはいらないって、8でいいじゃないですか。8じゃでかいんだもん。だからあのみんなも知ってる通り、あのフェードが打てないから距離を抑えることはできないのよ俺には。だから振るしかないからね。もうやだよ、早く終わりにしましょう。そしたら200ヤード、200ヤードは4、うん、そうだね、俺は5だね。じゃあその210から230の間、そんな、だから僕はじゃあ220、220フラットで無風のピン、ショートホール。クリックですね。7番ウッドです。でも、でも、え？いや、全然入ってないよ。うん、どこ映してるんですか、これ。どこ映してるそっち映ってるけど。まあ、まあ、7番ウッドね。あ、まあ、それはしょうがないよね。これさ、あ、そっか。じゃあ、スリーウッド、スプーン、あ、250ヤードってやっとこうか。250はもうスプーン全開ですね。250スプーン全開、スプーン全開、当て、しっかり当てたい、うん、250ヤードは、ドライバーのを短く持って打つ。当てな、当たらないじゃん。何が、いや、ドライバーを短く持ってフルスイング。あ、250ヤードってティーショットのこと？そう、だから250ヤードを普通にスプーンで打ちますね、僕は。そうだよね、うん、俺はあの刻みとかそういうのできないから、もうクリークでフック打つか、ドライバーであの短く持って打つか、うん、ハーフショットするかぐらいしかできないから、うん、っていうことで、大体わかるかな、うん、アイアンの距離感はね、うん、ということです。まあ、だからアイアンは飛ぶ飛ばない関係なくね、うん、ラインが出て自分の距離が打てるかなとか、はい、っていうことです。続きまして、鈴木浩二さん、はい、先日カルカタシャフトへリシャフトいたしました。シャフトは US マミア、うん、アッタスクールですが、はい、アドレスでヘッドを地面につけてくると、うん、強烈にフックしますが、うん、ソールを幾分上げると、うん、綺麗なストレートボールが飛びます、うん、川岸プロも幾分ヘッドを上げていますが、それはありなんですか、はい、ちなみに現在のドライバーのフレックスは 40gX です、はい、バランスは D3 で、クラブの総重量は 309g、 はいはい、いいじゃないですか。もし鉛を貼る場合は何 g に貼ればよいでしょうか。え、貼らなくていいんじゃないですか。なんで、うん、いやだからあのヘッドを上に上げて空中にかやって構えるってこと。構えるってこと。いや、まあ、これすっげえいいとこ気づいてると思うんだけど、うん、いいとこ見てますよね。下に置いてからバックスイング上げるときにグリップ握り直すと、うん、多分左に行くっていうのはかなりのシャッターフェースでかぶってあげちゃってると思うね、うんうん、それを要はあのフェアウェイバンカーが打つように、うん、ソールした状態で打つとまっすぐなんだから、うん、その状態が多分この人が一番ベストの自分のイメージに合うフェイスの角度と、うん、いうものをキープできるアドレスだと思うね、うんうん。まあ、だからその上げてアドレスするっていうのはもうこの人にとっては多分正解なんだと、うん、で置いた状態でグリップして上げようとすると、
多分ヘッドがこうかぶってしまう、うん、シャッターフェーズが強すぎちゃうっていうことね。僕も開けて構えますよ、うん、構えたりもするし、その、まあ、気分次第ですけど、うん、っていうことなんで、これは全然川口プロの行くもの上げてますから全然ありなんです、はい、これはもうこういう人もいます。結構多いプロゴルファー上げる人ね、空中で上げてバックスイングの方が、うん、もうあの引っかかりもないし、そうだよね、だから握り直しがないっていうのが基本ベースになるね、うん、ということで、まあ鉛は貼る場所は何グラム、何をどこに貼ればいいですかっていうのは別に、うんうん、あの試すじゃないですけど、うん、自分なりに自己分析しながら遊ぶ、うん、まあ、遊ぶにしろ、だから捕まり、まあ、例えばつけて やるともう左にしか行かないって言ってるんだったら、うん、ちょっと先っちょに貼ってみるとかね、うん、いうことだよね、はい、ということでちょっとやってみてください。いろんな貼り方ありますからね、うん、センスのいい貼り方をお願いします、うん、続きまして、これちょっと前後しちゃうかな、質問、板橋モンキーズさん、はいはい、初47インチの結果を報告させてください、はい、M4 にツアー AD クワトロの S58g、うん、はい、総重量を下げたくて 40g のグリップ、うん、入れました。と総重量 306g、うん、バランス D7、うん、結果は重い、うん、慣れるのかもしれませんが私には重い、うん、バランスももう少し軽くしたいのですが、うん、と思いグリップの下に鉛を 5g 貼ってみましたが、うん、総重量が増えてしまいいまいちでした、うん、シャフトを半インチ切ればバランスも出るのは分かっていますが、はい、47インチを使いたいです、今年はこのシャフトで行くしかないんです。何か軽く感じられるような組み方ありませんでしょうか、宮下さん、小暮さん助けてということで、47インチ意外に長さは気になります。バランスいくつだっけ、バランスいくつ、バランス D7、 あのグリップを 40g のグリップ入れたっていうのがちょっと気になってて、うん、手元が軽すぎてバランス D7 でも手元が軽い D7 じゃないですか。でだからと思ってこの人手元に鉛入れたんだって。僕ら手元に鉛っていうのはグリップの中に、中、うん、したら、いや俺が思うにね、うん、58g だから重いんじゃないの、シャフトね、うん、せっかくリシャフトしたのにもうシャフトダメみたいな言い方しちゃってさ、今年はこのシャフトで行くしかないんですか、うん、ちょっとだけでも短く持つ、まあそうだね、ちょっと短く持つ、うん、あの持ち方が、え、本当にあのどういう握り方するか分かんないですけど、こういう握り方しちゃうといっぱいいっぱいじゃなくて、ちょっとこうこういう握り方、範囲値でも、まあちょっと短く持つだけで、うん、あの振る感覚ってちょっと違うもんね。そう、振った感なんで、うん、だからそれをちょっとやって、まあだ切りたくないだろうからね、うん、短く持つだけ本当違いますよね。でも S で D7 じゃ俺からすると、うん、そんなにヘッド重く感じないはずなんだけどやっぱ重く感じるのか。いやだって今までそんな47インチとかやったことないんだもん。それは感じますよ。でも逆に言ったら、うん、当たりです、当たってるんですよ。そんな重く感じるに決まってるんじゃないですか、長くしてるの。やったことないからだろうね、うんうん、あ、僕なんかはなんか異常な重さでやってるんじゃないですか、トレーニングで。あ、トレーニングね、うん、トレーニングクラブがなんて E6 とかそうですね、一番重たいトレーニングのクラブ F1 だから。あ、だから 俺は本来だったらあのシャフトグラム数30グラム台でそんなのないから、30グラム台で X ぐらいのシャフトを使ってで、あの E の 5,6 まで出したいから、で総重量を270ぐらいにしたい俺の理想ね。そうするとまだあと10ぐらいいくんだろうなっていう気がしてる。何それ、すごいトリッキーでしょ。トリッキーだけどね、多分行くと思う。そういうシャフトがあれば多分折れちゃうよね、うん、そんなのね。 30g で X のかさだ出して、うん、いやだからほぼ不可能なんだろうけど、うん、まあだからそうだね、国連の言った方法だね、うん、振りやすくするには、うん、ちょっと短く、半インチ短く持つと、うん、いうことだよね。あと練習場でその D7 を軽くするために鉛ベトって貼って重たいので練習して鉛剥がして打つ。ああ、まあそれも一つの手だね、うんうん、感覚なんで振った感の、うん、なんかやっぱ普通の47とか打ったことない人はもう D の上の方の数字になると重いって感じちゃうんだ、うん、だってニアサさんだってそうだったじゃん。何が
何がじゃないよ。45.75 を46に6ミリ伸ばしただけ長いっす。いや、長いのはね、うん、長いじゃなくて曲がるって言ってたの、俺は。5インチもう半インチの伸ばしたら俺は曲がるって言ってたんだけど、うん、でも長いのにしたら長い方が曲がらないんだ。ね、なんで？なんでだろうね。それを言ってよ。それを言うの。いや、だからヘッドに重さを感じられるようになったから柔らかいの使って。おう。ということはヘッドが遅れて一番最後に力が発揮できるタイミングで打てるようになったのよ、長いから。こうやってワンツーって振りに行ったって、ヘッドが重い分遅れてくれるんだろ、勝手に、クラブヘッドが。だから自分の体の動きではクラブヘッド遅れさせられないじゃん、俺なんかもう親父だから。だからそれがクラブがしてくれるんだから。おこんな優しいもんないよ。だって足つったって250飛ぶんだよ。なんか宮下さんの答え合ってるかな。合ってるね。だと思うよ、うんうん、だから長くて重く感じるんですけど、それをうまく使いこなせば飛びます、うん、そうだよね。だからその分総重量を軽くするっていうこの人の考えは合ってるの、うんうん、だから今だから 5g 張っちゃってるから、うん、多分310ちょいになっちゃってるんだと思うんだけど、本当に300ぐらいの前後で47インチだったらいいんじゃないかな、うん、あとは慣れだと思う。そうですね。であまりにも慣れないんだったらさっきの小暮言ったように半インチ短く持って振るっていうことね。切っちゃうともったいないから。もったいないからね、うん、ということで、まあもうちょい頑張ってくださいってことでいいよね、はい、うん、はい、続きまして渡辺正也、すいません、今シャッターフェースでスイング練習してますが、ボールが捕まりません。シャットからフォローのイメージがあまり湧かないので教えてください、シャットのトップからフェースを閉じる感じって合ってますか。いや、シャットからフェース閉じたら左にしか飛ばないんだけど、捕まらないって言ってるでしょ、この人、もうシャットの名人お願いしますよ。まあおそらくよ、シャッターフェースで意識してトップの形は作れるんだけど、降りてくるときにオープンフェースになってる。まあね、うん、まあね、うん、シャットから閉じる必要はないんだよね。トップからフェースを閉じる感じって、シャットのトップからフェースを閉じる感じ合ってますか。いや、もうシャットで、トップでシャットになってるんだったら、クローバーのフェースがシャットになってるんだったら、そのままシャットのまま持ってきてあげる。これをこうやって開閉しようとするからオープンなんだ、だと思う、この人のイメージだと、僕もだってシャットシャットでスライスのわけがないんで、シャットが本当にできてるんだったら、インサイドアウトにドロー打ちってみてください。おいいと思います。うん、もう多分右にシャッターベースがここでできてるんだけど、多分インパクトでシャッターベースじゃないんで、ね、私もう本当のシャッターベースだったら左に捕まっちゃって嫌なくらい捕まっちゃうんだから。宮下さんみたいにね、俺みたいに。なんでおそらくスイング動画撮ってもらえれば、トップの形はシャッターベースでも降りてくるに従ってシャッターベースがほぐれてっていうかこうほどけて、オープンフェースで当たってるんじゃないか、本当のシャッターベースできるんだったら、インサイドから、まあ、ストレート気味にドンとこうダウンブローに打てば、簡単に球つくって捕まるはずなんで、で捕まりすぎちゃうぐらいだからシャット嫌だっていうぐらいにならないとおかしいよね。そうです、ね、だからシャッターベースの人間はある程度左の腰がこうやって切れる、ね、ダスティン・ジョンソンじゃないけど切れる人間じゃないとコントロール難しいもんね、それ正解でいいよね。それでいいと思います。っていうことなんで、もうちょい練習して もっとシャッターベース、要はトップでシャッターベースだからってインパクトでシャッターベースがほどけたら、シャットじゃないんで、そこは注意してください。逆にトップでオープンにしたら、オープントップでオープンにして逆にシャットになる。逆ね、逆両方みたいなね。逆両方ね。逆両方、まあそれもちょっとありかもしれない、もうこうやって閉じちゃったら開いちゃうんだったら、ちょっとオープンフェース気味から、じゃあちょっとこうフェースをかぶしてくるんだっていう、開いてて閉じる、こうきついから緩む、それはありかもしれない。試しにでちょっと やってみるのはありです。ちょっとやってみてください。続きまして、くぬぎやま岩尾さんです。京都様、小暮さんはまたまた質問があります。お二人はスイングリズムは気にされていますか。私は昔からゴルフ漫画が好きだったので、チャーシュー麺のリズムを取りますと、いうことなんですが、リズムは気にされてますか。気にします。
やっぱリズムですよ、うん、僕はね、だからコース行ったら速くなるんで、うん、速くならないように、速くならないようにって打ってるけど、うん、結局速いんですけどね。まあそうだよね、まあ絶対スイングリズムっていうのは、うん、必要だと思うんですけど、うんね、だからこの人はチャーシュー麺が合うって言ったらチャーシュー麺でいいよね。いいと思います、うん、もうちなみに競争はもうマキロイしかないんでパンパンパンで打つ感じね。わからないっつんだよ。パン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 もよくわかんないんだよ本当に。まあリズムは絶対 100% 必要ですということでいいよね。はい、ということでした。